毎日寿司節約気味に行くか。ほんと殴るしかしない魔術師だな。ここに右の地形がまだちょっとわからない。おねずみ逃げていいよ。逃げるならワンコ。一番後ろを狙うとは卑怯な。逃げるチャンスをあげたのに残念だ。ここはどこ繋がってんのかな。どこにも繋がってないと思う。ワンドリルが襲いかかってきた。いきなり襲いかかってきて逃げていった。うん、あそこ一周してるだけだね。上から一気に回るよりムーンブルクの城から回った方が早いかな。はい、抜殺。鎧向かっての攻撃はちょっと痛いぐらい。まあマドリルの方が痛い。バゲ使って一気に摩擦してしまう。あーちょっとまずいな。これギラ連発されるか。ギラ連発されてホイミで回復した方がマシか。ミスるんだよな。そんなミスられると本当困るんだよ。ムーンブルク城のところから回ろうかな。そう、あ、倒せた。やったぜ。帰れ、大ネズミ。そんな少ない経験値でレベル上がった。刻んだね。あっと、5、4、2、ヒットポイントもうちょっとちょうだい。ショートカット。よし、もう一発で倒せるようになった。恋をさせる前に倒してしまう。ホイミスライムってなんかさまよう鎧といつも一緒にいるイメージ。ちょっと高すぎだよな。配信で止まるぞ。まずまあまあ俺が窓さんになってないなら何でもなる。奈良のレベルが上がったぜ。奈良のレベルが7になった。なんだこのパラメーターの上がらなさ。スモークにバギかわしとこう。うわ、やっぱ効かねえか。なんかそんな気がした。この4がね効いてくるかもしれない。ランドの攻撃じゃスモークは倒せない。会心の地域16。
こっちから繋がってないのか。こっちから繋がってねえじゃん。やっちゃったな。やっちゃったぜ。まあレベル上げしたと思うか。こっちから繋がってないね。ハンマーかなんかで壊せないか。すっごい遠回りしなきゃいけないんだ。お金が700ゴールドほど増えたよ。でももう買えるものなんてないんだ。また遠回りしていかないと。最新の刺激、逃げろ。やっぱこの大猿攻撃力は高い。もうびっくりするほどのエンカウント率だよこれ。もう帰れって。ここだ。超大回り。バギー使いたくなるわ。でもどうせ1しか食らわないからねこいつら。ここで無駄遣いするわけには。誰も来ない。倒して20か。節約節約。ここ節約していかないと。塔でね。そう、塔もそうだ。これはね、下手にかまされるよりバギを使うべきだと判断した。ギラ連発されてホイミを大量に使わなきゃいけないよりは一瞬で倒しちゃった方がいい。この判断、この判断力。この判断力その2。ギラ散発されるとちょっとダメージがきついんだよ。ってやってるうちに MP がどんどんと。オドラッキーのルカナンからの連続攻撃は厳しいぞ。せめて2体倒しておけば。敵にルカナンされても決してそこまででもない。2回されるとさすがにね、やばい。よし、大したことなかった。配信の地域つってもな、そのダメージじゃ。まあ、マヌーサされなきゃね。ここまで来たらマヌーサされても大丈夫だし。
と防御してる。さあ今度こそね、ここの塔を制覇したいが、ちょっと敵なんかね、バリ系ってさあんま効かないイメージだよね。結構向こうの敵が多いってイメージ。摩擦。ただですね、守備力が低いからちょっと早めの回復、早めのパブロン。よし、さあ今度こそ制覇したい。つってもな、真ん中上がっても無駄だったんだよな。だから横の道から上がっていくか。つってももう真ん中しかないもんな。飛び降りたら終わっちゃったし、上に飛び降りたらいいのかな。さあここに降りてこれるのかな。今回全然敵出ねえな。全然どうでもいいっすよ。とりあえずまあマヌサされる可能性が。逃げてんやで、追わんで、わざわざ。上に行くしかないよね。でここから上行っても何もなかったから、やっぱここを上に飛び降りるのかな。さっきね、右に飛び降りちゃったのがダメなんだよ。すると出るだがダメ。あれ、よし探そう、道を探そう。あ、ここか、ここか。塔の外壁の通路を歩くときは足元に気をつけろよ。いいえ、なんと足を踏み外してしてもいいのか。そんな無鉄砲ではこの先旅が思いやられるぞ。なかなか素直なやつだ。さてはもう足を踏み外して落ちたことがあるのだろう。踏み外したことはないよ。キングコブラまだ出るの。配信の刺激99だろ。毒消しそうだ。一つは持っておきたい。騙されたぜ。真ん中から登ってもダメって。もう幽霊でリビングデッドに引き残しかな。結構ね、ここの塔はいろんなね、いろんな敵が出るね。弱いのか強いのかね、よりどりみどり揃えちゃいましたみたいな。いい子揃えてるんですよ。だから俺も強くなっているんだよ。ランドかな。力2、ヒットポイント2。あ、リレミトだ。あ、だいぶ楽になるな。でもここ飛ぶよりはすぐだからな。もう上に上がるよりもうバギでとっとと終わらせちゃおう。もう先は見えたし。でもそうだ、効かねえじゃんこいつは。ギラだ。ギラも結構効かないんだけど。イオキを早く覚えたいな。はい、マホトンだから正直どうでもいいんだけどね。通常攻撃効くてマホトンしかしてこないから。はい、スモークにバギは効かない。ちゃんと覚えましょう。絶対奥が正解なんだよこういうのって。でもアイテムを取るだけなら手前みたいな。でもあんじゃね。外れの道から怖い。お化けです。お前らこそバギだよ。
異次元必殺。あ、残しやがる。だがそこを刈り取っていく。納金。バキッとこ、バキッとこ。どうせ MP なくなったらリレミとルーラーで OK よっていう。お、危ない危ない。ちょっとダメージが少なかった。あれ？こっちが正解じゃねえか。まあいいや、これ取ってから内前まで行こう。なんと風のマントを見つけた。これって装備するものなのか。使う、渡す。そういう、一応装備するものではあるね。吹き飛ばし、ブレスのダメージを食らう確率を 10% の可能性でゼロにするっていうね。あ、星空だな。バギー、いいダメージが出ない。やっぱ先にバギー、バギーから入りたい。30切ったら回復かな。さあ、なんかアイテムあるかもしれないし、一番上まで行こう。怖い、指が震える。多分飛び降りるだけかこれ。タホドラキーはマギに任せよう。さすがにここでルカナンされると厳しいものがある。ああ、もうバギ使おう。ミラが単体っていうのかな。やっぱ3のイメージが強くて。1は対マンだからね、そもそも。トマトは50でいいかな。なかなかの耐久力。大体ゾンビ系って体力高いけど守備力は低いってイメージだよ。あー、当たんねー。ひどい。やったな。まだ上がある、まだ上がある。オッケー。祈りの指輪、これはいいね。でも長期戦に使うやつだからな。おっと、3マスも上に行けた。さあ回復して次のトーン。風のマントがあったところが風の塔なんだっけ。今から行くのが風の塔なんだっけ。てかお金いっぱい。てかルーラで好きな街に飛ばしてくれよ、ほんと。そしたらこの4000ゴールド預けてちょっと安心できるのに。749、2225、717と。よし、じゃあ行くぜ。最近の作品のね、優しさが